ホリエモンチャンネル、堀江貴美です。今日はですね、ホリエモンチャンネルニュース、初めての、収録となるんですけれども、今日はですね、最近ちょっとシーマンの作者としてもともと有名なんですけど、斉藤豊さんがなんか新プロジェクトを始められるということでインタビューしてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、後ろちょっとなんかドントパニック、はい、なんですかこのシーマン人工知能研究所って。いや、要するにですね、たくさんの何女性とか出てるけど、みんな大したことできてないんですよ。うん、自己治療って言っても日本語処理の部分ですけどね。はいはいはい。で、どこも大したことできてないんで、これは自分がもうね、引退するつもりだったんですけど、持ってるノウハウの方が若干すでるに思えたら、まあなんかあれですよね、人工無能的なアプローチの自己治療じゃないですか。いや、今回は違います。あ、今回は違うんですか。違います。え、どんなのやつなの。言ってることが要するにね、日本語の文法っていうのがね、うん、あると思ってるんだけど、日本語に文法ないんですよ。だってね、簡単に言うと、例えばお前何寝てんじゃねえよって何話とか分かんないじゃないですか。うん、アルファベットの言葉っていうのはワードとワードの間に半角スペースがあるからパッと分かるんだけど、うん、日本語そこ曖昧だから、その文章をコンポーズするっても何ワードか分かんないのにコンポーズなんかできるわけがない。それがまず文法がないことの一つの証ですね。うん、もう一つはロボットに喋りかけるのは文法じゃなくて口語じゃないですか。うん、口語っていうのは何かと省略が多いですよ。うん、省略が多いってことはどうやって補ってるかって、今まではそれは解釈って言ってたんですけど、メロディーに規則性があることをちょっと分かっちゃったんですよ。発見したんですよ。まあ仮説なんですけどね。メロディーにね。はい。だからメロディー言語って名を付けたものを作ってメロディー認識をすると、メロディーってのは専門用語でピッチ認識って言うんですよ。うん、そうするとお前ってこれみんな意味違うじゃないですか。例えばシーマンが、まあそうだね、誰と付き合ってんだって時に、はい、ホリエって、ホリエって言ったらなんだそれ、ホリエへーだし、うん、ホリエ誰それだし、うん、その結局デスマスつけなくてもそのメロディーでニュアンスを表してるのが会話じゃないですか。なるほどね。だからメロディーを取れる。これ実際にじゃあ何に使うんですか。ロボットです。ロボット。うん、だからあれだ、今流行りのアマゾンエコーみたいなやつ。まあそうですね。うん、とかそれのフロントエンドプロセス、つまりエンジンはもうそのディープラーニングでもいいし、うん、ビッグデータでもいいし、みんな頭のいい人が作ってるもん。だからボットですよね、いわゆるボットじゃなくて、ね、音声ボットじゃないの。フロントエンドプロセス、つまりワープロで言うと漢字辞書で渡して、うん、ワープロのエンジンで渡す前の、なるほどね、言ってみればその日本語で何言ってるかの意味をある程度分かって渡す。だから質問なのか断定なのかぐらい分かって渡さないと。シーマンのゲームが出るわけじゃないですか、新作が。それ違います。シーマン人工知能研究所を作って、そこで、そういうエンジンを作ろうっていうのがちょっと日本語を読めない人たちが多かったので、うん、いつリリースされるんですか。それですか。いや、うん、研究所を作ってから、うん、だからそれはまだなんともね、作ろうぜという、作ろうぜってことです。はい、作ろうぜってことです。そういうことです。シーマンの新作はまだまだ先と。いや、それはそうですよ。そのエンジンができないからシーマンずっといろいろオファーありましたけれども。なるほどね。はい、でもそれができたらシーマンもできるかもしれない。できるかもしれない。それできたら、うん、そのエンジンができたら、それ作りたいのがいっぱいありますよ。前に来たなんかさ、シーマンが勝手にすれ違い通信で、はいはいはい、子供自分の顔がね、うんうん、勝手に子供が繁殖しちゃう。相手のあれやってほしいんですけど。やりたいですよ。はい、気持ち悪いだろうな。はい、気持ち悪いのがね、受けますよ。うん、そういえば斉藤さんの著作にも出てました。うん、こちらもやっと漫画がなんか、ね、再開して。うん、今年中には単行本が出るということで、こちらも、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、今日はシーマンの作者斉藤豊さんに、はい、シーマン人工知能研究所についてお伺いしました。ありがとうございました。はい、メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。どう